皆さんこんにちは。作家でヨガ講師加古です。はい、お昼休みの皆様でしょうか、それともお家でくつろいでいらっしゃるお昼の時間でしょうか。はい、呼吸法と瞑想をやってから少しタッチポーズで筋肉を動かしていきたいと思います。はい、別に椅子に座っててもできますが、はい、マットの上にもし座っていらっしゃる方だったら、かかととかかとをおへその真ん中に置きます。両手は体側です。息をつって肩と耳引き寄せます。吐いてストン。はい、もう一度吸って肩と耳引き寄せて、吐いてストン。はい、吸って肩と耳引き寄せて、肩甲骨と肩甲骨寄せて、そのままお膝の上です。親指、人差し指、輪っかを作り、3本の指は伸ばして、顎は引きます。まぶたは優しく閉じましょう。さあ、ご自分の呼吸を感じていきます。時にはね、一人静かに座って自分の呼吸を感じる時間も作ってみてください。今、あなたはどんな呼吸をしているでしょうか。深い呼吸でしょうか。それとも浅い呼吸でしょうか。どちらの呼吸でも良い悪いの判断は下す必要がありません。ただただ今のご自分の呼吸を受け止めていきます。それでは口からいらないもの吐き出します。鼻から大きく息を吸って、心のモヤモヤストレス全部口から吐き出します。もう一度大きく息を吸って、いらないもの全部口から吐き出します。さあ、いかがですかね。これだけでもう少しすっきりするんではないでしょうか。それではヨガの完全呼吸を行ってから、少し立ち上がって動いていきましょう。鼻から大きく息を吸って、お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸って、お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸って、お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。胸を大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込います。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐きます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道、スシムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなります。腹式呼吸に戻ります。
大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。このまま1分間瞑想します。
トリコーナーアーサナ。毎回ゆっくり体を起こします。はい、そしたら足を骨盤幅に戻して、もう一度、はい、ぐーっと引き上げます。吐いて、ゆっくり体側に下ろします。胸元で場所を背骨ぐーっと引き上げて、吐いて、ゆっくり下ろします。胸元で場所をちょっとまぶたを閉じて、呼吸も整えていきましょう。はい、どうでしょうか。マットがなくてもね、タッチポーズできますので、やってみてください。作家でヨガ講師、カコでした。さようなら。